格ゲーに限らずアーケードのゲームは一度キャラ選択やマップ選択をすると戻ることができない設計になっているものをよく見ます。最初は客の回転率を上げるための仕組みなのかとも思いましたが、画面遷移を制限したりしなくても制限時間だけでコントロールできる気がします。普通に不便なだけで利点らしい利点が思いつかないのですが、なぜなんでしょうか。まあ、納期の問題でしょうね。結論を言ってしまうと、極論を言ってしまうとそこなんですけど、まず2つあって、1個はそのアーケードのゲームって、そのなんだ、まあ、昔の考えなんですけど、決定ボタンとキャンセルボタンっていう概念がないんだよね。昔のビデオの筐体、アストロブラストみたいなさ、普通の筐体をイメージしてほしいんだけど、まあ、ボタンがさ、例えば6個あって、どれが決定でどれがキャンセルなんって思うじゃん。実はね、キャンセルボタンないんですよね。なんでキャンセルっていう概念がそもそもないんだ。前に進むことしかできない。だからダイアログみたいなやつでキャンセルっていうのを決定で選ぶことになるんだけど、まあ、ちょっとそこが、まあ、作るの結構大変なんでっていうのが結構ありますね。まあ今はだいぶ良くなりましたけど、昔で結構その、なんだろうな、ゲームに対して正しいボタン数がね、設定されていない筐体なんかもあったりしたんで、まあ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 って感じなんですよね。で、例えばその、まあ、制限時間内にキャラを選んで、その間だったらキャンセルで戻ってこれますみたいな仕様、もちろんできる、それはもちろんできるから、利便性だけ考えるんだったらそっちの方がいいんじゃないという気は確かにしますね。てか今でももうそうなってるゲーム結構あると思いますけど、まあ、たまにもちろんないのはなんでかっていうと、まあ、その安全性とか納期の問題なんですけど、なんだろうな、例えば制限時間内にキャラを選ぶっていう仕様だとして、時間切れになった時の処理っていうのがちょっとややこしいなっていうのと、その時間制限っていうカウントダウンがシーンをまたいでカウントダウンしなきゃいけないっていうのと、あとはそのアーケードのゲームって結構作りが繊細で、そのどのタイミングでも100円を入れたら認識しなきゃいけないっていう、まあ、結構何よりも重要な縛りがあるんですよ。このタイミングで100入れると飲まれますっていうゲームがもしあったら、それはね普通にリリースできないのよね。なんでその100円入れましたっていうそのコインシュートチェックっていうのは常時やらなきゃいけないし、いろんなタイミングでその100円入れました、乱入されましたっていう処理を書かなきゃいけないから、そこの設計がね結構時間かかったりするんですよね。なんでそのこの書いてあるキャンセルできるようにした方がいいんじゃねっていうのは、そう、それはそう、その方が便利だなとは思いますけど、意外とそれを作る時間がなかったりするんじゃないかなと正直思ったりはする。でもう一個は決定キャンセルっていうボタンがないんで、決定ボタンしかないんで、キャンセルさせるための UI を作るっていう工数がまあまあ重くて、どうなのっていうパターンが多いかな。家庭用とはまた別の UI が必要になっちゃうからね。家庭は普通にキャンセルボタンとかあるんでね、丸決定×キャンセルみたいなね。はい、という感じです。実はね、その利点らしい利点は確かに思いつかないんですけど、いろんなしがらみがあってこういう風に実はなってるというところで、涙なしでは語れないということで、一つ、はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。